どうも、にゃんにゃんクリーパーです。いやー、皆さん聞いてください。前回ツイッターにも書いたんですけれども、私、このワイヤレスイヤホンのですね、この充電する方、この丸っこい方ですね。はい。なくしちゃったんですよ。はい。会社終わって、仕事帰るときに、はい、歩いてて。で、どこで落としたか、ちょっとわからなかったんですけれども、ただ帰りがけにちょっと違和感があったんですね。何か物を落としたような、落としてないような。はい。イヤホンつけたまんまなんで、たとえ落っことしてもね、なんか音が鳴ってもちょっと気づかないっていう状況下であったんですけれども、ね、この丸いね、あれが、充電器がないと、このイヤホンだけじゃ何の役にも立ちませんから、もう正直これやばいなと。もう買い替えるしかないのかなと思って、もう同じ製品探すしかないかなと思って、1日2日、はい、失意に明け暮れてたんですけれども、はい、ところがこれ見つかったんですよ。なくして2日後です。なんとなく、この通勤、まあ、帰宅途中に通ってた道で、ね、歩いてる時に何かの違和感があったんです。で、その違和感があった場所に、ちょっと明るいうちに行ってみようかと思って、これ通勤、まあこれから出社するときです。夜帰るときは暗かったんで、はい。で、明るいときにその違和感を覚えた場所、はい、行ってみて、で、実は見つかったんですね。こんな落とし物がそうそう見つかるなんて、こっちでも歩いてる途中ですよ。そんなにないと思うんですけれども、で、その落ちてた場所が、ここなんです。この草むらなんですよ。この草むらの中にあったんですね。パッと見わかんないですよ。ちょっとね、よーく見てわかった感じで、で、なんとか見つけることができました。もうかなり運が良かったというか、はい。草むらの中ですから、はい。まあ、とりあえず見つかって良かったです。そんなどうでもいい話でした。以上、ニャンニャンクリーパーでした。